李強忠氏は、新末民発の政治家。新末は総督などの地方官を歴任し、民国時代は、極めて短期間ながらも北京政府の国務総理を務めた。李公賞の実定李鶴賞の子である。字は中、中千、中県。号は、海安、もぬけ層。1879年、臨前生から、有密議を取得する。 さらに朝考えで一等を獲得し、知見として任用された。1885年、解剖経費を兼用したことにより、動員として優先的に選任されることとなる。2年を経て、主戦省、A 康道で任用された。1893年、湖南省塩野里町宝堂に補充任用された。1897年、安蘇に補充任用される。 1898年、福建不正士。1899年、雲南不正史と歴任した。1901年、厚生巡部、雲南巡部を歴任した。翌高所28年の末に、奇襲なでて並び県奇襲提督に就任した。1904年5月、厚生巡部に移動する。この時、省内の断念、歩行を整頓し、戸口を調査し、 随英促成学堂を創設した。1905年10月、病のため辞任し、暗記哲路公務総理となった。1909年1月、運気総督に昇進し、昆明に赴任した。この時、特に、雲南省で、鉱山の開発、実業の振興に取り組んだ。また、サイは、東津業ら日本留学経験者を多く起用し、 雲南陸軍工部堂などを創設して、新軍の創設、強化にも貢献した。このほかイギリスなどの諸国との領土確定交渉にも、当事者として参加し、総督、順部を代表して県政への移行を中央に、創生するなどしている。以上のように、内政改革等では、解明的な姿勢を示していた理教ただしであったが、革命の動きには、弾圧をもって臨んだ。 しかし、サイツバ、トーツギ行ら新軍軍人は、革命派に傾倒していたのである。1911年10月29日夜、革命派による、混命19危機が勃発した。李は、捕虜とされたが、サイツバの指示により釈放され、上海へ逃亡している。1913年2月、王、柴幸、海ウミトラが、北京で、国事次会を組織すると、 李教忠はこれに参加した。これ以後、北京政府の政治家として復帰する。同年7月の二次革命後、李教忠は、遠征外への接近を強める。11月に、国会の代替機関として、政治会議が設置されると、李はその議長となって、国会解散の提案を行った。1914年1月、約法会議員資格新定委員会委員長を、 県民する。5月に、賛成院、賛成、10月新経緯委員長となった。1915年に、縁が皇帝即位を企むと、李は、スセ四友の一人として、これを補佐した。しかし、同年12月の五国戦争勃発に際して、縁から、五国軍の再イツを説得するよう命じられると、李はこれを拒否し、以後、縁への一切の協力を断った。 1917年春、李強忠氏は、弾気髄内閣、後オル内閣で、財政総長兼氏を、務所総弁を務めた。不印の争いで、総統霊元広氏により、弾気髄が、国務総理から一時罷免されると、李が、公認国務総理に指名された。ところが、弾を支持する、ュー中ら暗記派特軍たちの抵抗により、就任を、妨害される。 6月22日にようやく就任したものの7月1日の将軍副兵器で総辞職に追い込まれた。理た正し内閣は北京政府における最短の内閣であった。以後、李は天津経由で上海に逃げ込み政治の舞台から去った。1925年9月18日、上海で病没。去年69。ありがとうございます。